高橋一輝は、千葉県の田市出身のプロサッカー選手。スーペルエッタン AFC エシルストゥーナ所属。ポジションは主にミッドフィールダー5歳からボールを蹴り始め、小学1年生から小学6年生まで、柏イーグルス TOR82 でプレーした。そして様々な大会で高成績を残し、小学6年生時には8人制の、全国大会チビリンピックで、全国優勝を成し遂げた。 個人としては、県選抜、関東選抜などに選出された。中学1年生から中学3年生までは、柏レイソルの株組織でプレーした。中学1年生の時に、世代別の日本代表に選ばれ、中学3年生の時には、高窓宮杯全日本、ユースサッカー選手権大会があり同チームのメンバーとして、全国準優勝を果たした。 高校1年生から高校3年生の夏前まで、流通経済大学附属柏高等学校でプレーしたが、同夏に同校を中退し、スペインへと通し、CD レガネスのトライアルに参加、同クラブへ入団することが決まった。その翌年、スペイン4部リーグに所属する、レアルアランフェスへ移籍し、1年間同クラブでプレーした。その後、 2017年の1月に、モンテネグロへ舞台を移し、同国の2部リーグに所属する、FK イガロとプロ契約、そしてこの地で、プロキャリアをスタートさせた。ありがとうございます。